167丁目駅はニューヨーク市地下鉄 IND コンコース線の駅である。ブロンクスクハイブリッジとドークコンコースにかかる167丁目とグランドコンコースの交差点に位置し、B 系統がラッシュ時のみ、D 系統がラッシュ時を除く終日停車する。当駅は1933年7月1日に開業し、開業当初は C 系統の急行と CC 系統の各駅停車が運転された。当駅は2015年から2019年また、投資計画の一環として2018年8月27日から、翌2019年1月9日まで営業休止となった。休止中は改装工事が行われ、Wi-Fi や携帯充電場所の設置、標識や照明の改善などが行われた。また、 2020年から2024年また、投資計画において、エレベーターの設置が計画されている。相対式ホームに面3線の地下駅で、中央の急行線にはホームがなく、ラッシュ時に混雑方向へ向かう急行 D 系統が通過する。両ホーム壁面は、白のタイルが並べられているが、上部には、黒とオレンジの横線が入っており、その下に配置に、白で、 167thst と駅名標がある。その他、黒地に白で167と書かれた改札口の方向を示す小さな印も壁に設置されており、ホーム上に等間隔で立っている黄色の柱にはニューヨーク市地下鉄標準の黒地に白で167ストリートと書かれた駅名標が掲げられている。駅の北側には 線路西側に留置線が一本ある。この留置線は北側が車止めで終わっているため北隣の170丁目駅方面からの進入は不可能であるが、この留置線を使用するのはヤンキースタジアムで野球の試合がある際に運転される北高161丁目ヤンキースタジアム駅止まりの臨時列車のみのため特に不都合などはない。 2019年にはリコ・ギャトソンによるアートワークビーコンズが展示されている。入口海岸あたり駅の改札口は駅の北側に1カ所、南側に2カ所の計3カ所にある。北側の改札口は改札外にあり終日開いている。各ホームから2つの階段が接続しており、回転式改札機や切符売り場、グランドコンコースと 東167丁目の交差点への階段がある。反対の南側には各ホームで、それぞれ独立した改札口があり、こちらはホーム階にある。北港ホームの改札口は退場専用で入場は不可能。反対の南行ホームの改札口は、入り退場両方に対応している。これらの改札口は、グランドコンコースとマクレランストリートの交差点へと出ることができる。 ありがとうございます。